皆さんどうも、 T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回は強撃突破戦難易度レベル41ですね。でこちらのシナリオ制限が回復機会の減少と、あと S ランク報酬がランスバスターですね。まあ回復機会減少ということなので、まああのこちらのアイテムですかね、まあ薬草であったり、あとライブとかっていう杖系とかですかね、回復がもうできなくなるっていうことですね。それなので、まあ普通にあの回復アイテムですかね、敵が落とすものは多分あるとは思うので、まあそれをまあちょっと使いながら、あと壺ですかねもまあうまく活用していきながら、まあ、やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件が2つの勢力の敵兵長およびマルスとルキナの撃破っていうことですね。さあ行きますかね。こっちにはリアンで、まあルキナで、こっちがマルスかな。でティアモン、そうですね、やり系、あと斧、それ以外だったら、なんだ、そうですね、ちょっと武器変更で、ああどうしようかな。回復機会の減少なんでね、武器を強いやつにして、もうそのまま行きますかね。まあ槍は槍で多分3体ぐらいはいて大丈夫なので、まあ剣がちょっと微妙なんでね、フレデリック、いやカミラにちょっと交換しましょうかね。ああそうか、ファルシオ持ってるのか。何かしら、あ、まあいいかな。そうですね、今回は何かしら、まあ、ちょっとたまには衣装変えていきますかね。ずっともう黒木歌姫のままだったんで、まあ、白に交換していきますかね。あとはこんなもんかな。まあそれ、あでもペガサスナイトとかいるのか。何かしらだったら、そうですね、ちょっとアクアではなくて入れ替えで、入れ替えじゃなくてキャラクター変更でゼロ連れていきますかね。ゼロもまあ他、そうですね、あでもまあ匠の方がレベルは低いのかな。まあいいかな。そうですね、ゼロを連れていきましょうかね。ただまあ一部の敵にだけっていうような感じになるので、ご命令とあらば。何かしら、でこれで入れ替えで、よし、今回はこれで行ってみようかなと思います。よろしいですか。よし行きましょう。こういうの、さあ行きましょうかね。いい気はしないわ。結構今回槍がなんか役立ちそうなんでね。私がお相手します。なるべく犠牲が減るように戦いましょう。さあディアンが出てきたんで、さっそく倒しますかね。いいですか。そうですね、2つの指揮官をまあ倒しながら行かないとダメなので、行くわよ。まあ、危ない、ちょっとさっきのトリベから落としましょうかね。それでまあちょっと回復できるところですかね。力を合わせて敵に立ち向かうんだ。まあ反対側もね、何人か、あでも上の方に結構偏ってるのかな。いやでもこっちも落としてるんで、そうですね、あとはまあゼロがこっ
血を落としてくれればちょうど 3-3 でいいぐらいになるんでね。で多分リズはもうこのまま味方の守りですかねについてるんで、そうですね、ちょっとゼロに変更して、さてさっさと倒しましょうかね。じゃこれで OK かな。と体力ですかね。さてちょっともう無双ですかね。奥義とか使っていきながら出ないと多分回復減少の場合はもうどんどん体力が下がっていくと回復する手段が限られてくるんでね。もう多分ツボか、まあ、もしくはもう敵の落とすアイテムしか、まあ、敵もまあどれくらいの割合で落とすかわからないですけどね。ただもうそれに頼るしかなくなってくるんで、まあ、あとはもう拠点ですかね、を制圧しても回復させるっていうような感じですかね。まあ一番まああまり攻撃を食らわないのがいいんですけどね。僕はアリティアの王子マルス、仲間のためここで負けるわけにはいかない。敵の増援です。さてちょっとさっきのところはまあゼロに任せて、まあ他の鳥でもちょいちょい落としていきますかね。多分これではまだいけないか。微妙かな。あんまりリアンが減らないですね。あ、これでいけるかな。OK。さてちょっとカミラはまだちょっとそこには行かないでほしいな。こっちかな。わかったわ。でまあゼロがまあまだいけるかな。さあちょっとカメラも苦戦してますけど、ちょっと待てよ、この2人はどこに行こうとしてるんだ。それならば多分ちょっと本拠地の方に移動してもらった方が まだいいですね。さあちょっとじゃあ自分はこっからみせます。私たちの手で敵の増援です。よし、もうどんどん拠点とかも落としていきましょうかね。ミッション成功です。ちょっとまあここまで落としてちょっと味方本拠地の方ですかね。しました。これで戦の決着が早まるかしら。そうですね、ちょっとまあシーダがまあなんとかもう片一方の方の砦を落としてくれてはいるので、ミッション開始です。ジェネラルの接近か。どうしようかな。もうこっちからもう行って倒しますかね。でもこのジェネラルなのかな。策を用いてみましょうか。ただ3すくみではちょっと不利なので、うん、微妙ですね。硬い。よし、もうこうなれば、これでだいぶ多分戦いやすくはなると思うんで、
多分このジェネラルもこの2体だけなのかな。これでおっとまだか。あーやっぱりあのさっきのジェネラルのどっちかだったみたいですね。さて多分遊軍っていうか増援が、さて他のジェネラルは多分あの2体だけだと思うんでね、まあ、こっちにも2体いますね。まあまあまあまだなんとかいけそうではありますね。ちょっとルキネにも戻ってきてもらいましょう。わかりました。でその間に自分はちょっと下の方ですかね、砦を落としておきますかね。策を用いてみましょうか。あっちか。砦はやらせないぜ。やりましたね。まあまあまずはちょっと周りからですね。やりましたね。で、あ、もう本拠地以外はもう全部さっきに落としてしまっても大丈夫と思うんで。やりましたね。もう私もそんな活躍してみたいな。周りをもう落としていきますかね。多分他の仲間たちはもう味方の本拠地ですかね、そこに今結構な数の敵が来てるので、まあ、それの対処に当たってもらおうかと思ってるんで、もうそのまま自分がおぼろで他の砦ですかね、周りをもうどんどん落としていこうかなと。ただやっぱり硬いな。もうここら辺になったらもうほぼほぼまあ敵ですかね、まあ英雄もそうなんですけども、僕のあの武将ですかね、もうそういうのやつらもみんなもうほとんどがクラスチェンジした状態で出てくるんでね、結構やっぱり厄介ですわね。まあそうなってくるとやっぱりもう3すくみとかですかね、あとはもう特性ですかね、武器の、まあ、特性によってなんとかまあこっちが優位に立てるような感じですかね。あとはまあスキルかな、駆使して戦わないと、まあ、結構今後厳しくなりそうなんですよね。もうレベル50とかの難易度がもう普通に出てきてるんでね、まあ、そこら辺とか多分まあ、難易度がレベル50でも実際やってみたら多分70とかぐらいレベルがないとちょっと厳しいような感じがするんですよね。まあまあもちろんあのクラスチェンジしてればねもっと楽にいけるのかもしれないですけど、まあでもまあなんか戦ってみた感じなんかそんな感じがするんでね、まあこのクラスチェンジさせてなければ。さてもうちょっとどんどん使っていって、時間もなんか微妙な感じがするんでね、なんかあと8分か。じゃあもうどんどん使っていった方がいいですね。まあ攻撃は最大の防御って言いますからね、それなんでもうどんどん攻め立てていかないと。あー味方本拠地への進軍をまだしてるな。止めてみせます。神様のお手を煩わせる必要もないわ。まあ唯一まああの敵ですかね、雑魚敵倒しても無双ゲージが溜まるんでね、まあ、それだけはまあまだ良かったかなと。まあそれでまあ無双ゲージですかね溜めてどんどん無双ぶっ放していきまで、まだ倒しやすいとは思うんでね。ああまだ増援来るか。であとまああの核戦も一応3すくみの有利な敵ですかねを倒してやれば回復するんでね。さてもうそのままルキナ倒しますか。まあ1回ではそうですね倒れないでしょうね。
た。さてここを倒せばあとはもうマルスだけですね。もっと勢いに乗りましょうか。さあこっちの方に来い。あーガードしてるな。これでだいぶ削れるかな。あーまだ残るか。さてまだ結構、あこれでいけるかな。 OKOK。 ただ増援が、結構周りにいるんでね。さてこのままちょっとこっちの武将ですかね、もう倒してからマルスを倒しに行きましょうかね。さて時間とかはあと5分。うんうん、あとまあ時間だけちょっと気にして進めばいけそうですね。さてこっちから行きましょうかね。じゃあもうそのまま先にもう敵のマルスですかねだけをちょっと狙いに行こうかなと。まあ敵の増援までね相手してたらちょっとなんか時間が過ぎてしまいそうなんで。まあ向こうでなんか戦ってるんでね、多分誰かが応戦してるルキナとかアシーダとかですね。砦を防衛するんだ。まあまあ任しておけばいいでしょう。さてじゃそのままちょっと覚醒は残していきますかね。間違えて A ボタン押してしまいました。まあ多分これだけじゃ多分倒せれないと思うんでね。で必殺が発動と。ただこの外に確かあの回復があったんで、まあこっちじゃないな、こっちだな。それを取ってもう一回覚醒でいきましょうかね。よし、これでもう片付けましょうかね。オッケー。あ、マルスはどこに行った。マルスはなんかどっか吹っ飛んでいったのかな。さあこれでまあどこまで減らしてくれるかですね。おお、まだ残ってるな。まあでもこれで多分いけるんじゃないかなと。 OK、 これで OK ですね。まあまあほぼ今回ちょっとおぼろしか使わなかったですね。ゼロまあちょろっと使ったぐらいですかね。でもまあなんとかクリアです。やだ、服が汚れちゃったじゃない。さて戦績の方も S ですね。まあこのちょっとランスバスターっていうのが気になるんですけど、まあ何か特性っていうんですかねがついてるのか。まあ多分予想では3すくみ撃破の、まあ、特性がついてるんじゃないかなと思うんですけどね。いいのかしら。あ、やっぱりそうですね。3すくみ反転、3すくみ反転。あんまり強化とかそれではない新しいまた特性ですね。あ、反転っていうことは多分槍、まあ、剣で、まあ、槍兵ですかね、攻撃した時にその3すくみで、まあ、不利でもそれが今度優位になるっていうことなんでしょうね。
ああ、まあ反転なんで、まあそういう意味でしょうね。まあ苦手な相手と戦った時に、まあその3すくみではあの不利でもその反転をつけておけば、まあ不利な相手と戦っても優位に立てるっていうことでしょうね。ああ、そんな特性があったんですね。じゃあ他の多分アクスバスターとかソードバスターも同じなんでしょうね。さて、そうですね、次回こっちですかね、シャドウ殲滅戦。あ、結構このステージはシャドウ殲滅戦が多いのかな。うん、そうですね、なんか見た感じではそんな感じもしますけど、まあ前回というか前のシナリオですかね、ではあの悪の司祭ガーネクでは結構なんか強撃突破戦っていうのが多かったんですけど、今回はまあシャドウ殲滅戦がなんか、まあ、よく見かける感じがしますね。で、闘技場がもう一個あるのかな、これ。二つあるんですね。はあ、はあははあ。まあでもまあちょっとまあ41ですかね。ここら辺りをクリアしてからってなりますけど、まあ闘技場が今まで今一個しかなかったんで、まあここに来て初めてなんか闘技場が二つ出てきましたね。まあまあまあこの時の二の舞にならないように、まあ、やらないといけないんですけどね。まあなんですが、まあ、次回はこっちですね、シャドウ殲滅戦、難易度レベル41で、まあアンナの記憶2つとあとアクスバスターですかね、 S ランク報酬があるので、まあ、次回ですかね、こちら両方とも取れるようにやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。